悟り。そうか。ダメに決まってるだろう。呪霊の発生。世界悟る。呪術は非術師を守るためにある。お、何？いや、悟る、前から言おうと思っていたんだが、一人称俺はや。目立つのは勘弁してくれ。今朝怒られたばかりなんだ。そう言うな、悟る。ああは言っていたが、必要はない。警戒すべきはやはり9。透明人間じゃなくなっちまう。そう、まっとう。ごめんて、マジごめん。は、生きてる？私はな。これでガッ、聞こえないな。もっと近くで喋ってくれ。あ、2体払われた。いいのかい？あ、天元様と戦うことになるかもしれないよ。そうか、死ね。影響もあったのだろう。ウジのように呪霊が湧いた。ブレるな。術師としての責任を果たせ。サルメ。いや、運試しってとこかな。子供じゃないんだ。誰でも彼、親友だったんだ。喧嘩しちゃって、それっきり。大好き。君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。もし私が君になれるのなら、この馬鹿げた理想も地に足がつくと思わないか。生き方、私に従え、猿とも。